回は3月29日の情報修正でブロックプラス4、5、効果時間 8.8、8.3 カウントになって、注目度の高いノーマル本庄実吉の組み合わせとして宿儺、軽く、上昇値、効果時間ともに優秀な侍の亡霊との組み合わせを紹介していくよ。広報陣団体での紹介はまた後日というで、階級が大きく下がってしまったのを一瞬で戻す連勝ができた広報陣ですよ。かなりパワーを感じたから、今後ある程度使い込んで立ち回り等をしっかり詰めてから改めて広報陣の紹介をしようと考えとるよ。黒の 1.5 鉄砲には超優秀カードとして作動以来使用率最長位を維持する無二がいて、 1.5 弓には同じく自身を含まない陣形の四天王陣がいる枠で、強力なライバルたちに押されてずっと苦しい立場やったカードが救済された英調整やと感じたよ。白き戦であった。バカチンガー、ジョール流派発動、一の方侍の亡霊は6カウントのダメがいるものの式4で、武力プラス4、効果時間 11.4 カウント、知力依存が 0.6 と高めて、知力流派1を合わせると 12.6 カウントと長い効果時間から、他の計略との重ね先に向いとるから、四季な軽くパワーの高い広報陣と相性いいと思うよ。敵を切る、我らの手で作る。お前の志はそんなものか。うわよ、おのれ、うわよ、愚かでも構わん、俺様のまっすぐを貫く。流派発動、三の方、うわよ、流派発動、二の方、うわよ、バカチンガ、うわよ、おやじ、すまない、これだから戦は上杉軍が行くところ、必ず俺様の運命が轟く。レア坂井忠次は全バージョンでの情報修正や今バージョンでの目覚めの強化、そして相性の良さそうな白王一コラと後輩の原田佐之助が追加されたら、今の環境でかなり強そうなカードに感じるから、コラボ後半に期待値が高いカードよね。真の男に前に出た、魔人が貴様、名を名乗る、撤収せよ。
しむ。出会え。敵を逃さない。流派発動。一の型。進撃。ほら。主に侍。敵を斬る。ここでカード間違えて、ローズ失敗したの大多数よね。相手のホームから境に連打される展開だけは避けたい。進撃解放。ってのは生きるための戦いだ。親父、すまない。進撃。父上。進撃。撤収せよ。バカチンガ。俺を超えてくるとはな。報復の時。体勢を立て直す。主に侍、敵を斬る。出てこなきゃやられることはなかったのにな。流派発動。二の型。死ねろよ。親父、すまない。うわよ。切られる時が来たか。バカチンガ。うわよ。進撃。やれ。ぬわぎゃ。もう一回ずつの引き分け状況やから、双方が攻める展開になるかな。体勢を立て直す。バチモノめ。戦機解放。敵はどっちだ。行くぜ。
サジの声かけろ。出てこなきゃやられることはなかったのにな。お前の志はそんなものか。流派発動。三の肩狙え。主に侍敵を切る。死ぬ。これが乱世か。俺を超えてくるとは。狙え。撤収せよ。今回はもう1試合あるよ。バカチンガ。混乱した敵などホームルに合わせ、一気に戦いを終わらせる。天は我に味方せり。貴様名を名乗れ。死ね。放て。出おら。放て。バカチンガ。敵の手にはかからない。全機解放。我が瞳には毛利の未来が見えている。主に侍敵を切る。バカチンガ。うらよ。バカチンガ。うらよ。流派発動。二の肩我が瞳には毛利の未来が見えている。流派発動。二の肩来よ。
敵の手にはかからない。死ぬ。ほら、行くぜ。新作の計略で止められる可能性があるから、一個ずつ順番に使っていくの。うわよ。お前の志はそんなものか。バカチンが。うわよ。死ね。敵の手にはかからない。流派発動。三の型。うわよ。ぬわぎゃ。バカチンが。つまらんな。我が瞳には毛利の未来が見えている。ランってのは生きるための戦いだ。貴様、覚悟のできてない奴が俺の前に出てくるからね。ご視聴ありがとうございました。